さんこんにちは、一色まうです。私はもう20年も誘導瞑想というものをお教えしております。この番組では皆さんに感情をコントロールするための誘導瞑想の仕方をお教えしようと思います。皆さんはただこれを聞いて眠るだけ、それだけで十分です。いいですか？では今日のテーマはこれです。はい、今日のテーマはもう感情が湧き上がってしまった時にどうするかということについてです。今はお子さんたちがお家にいらっしゃいますから、やはり親としてはいろんなことでイライラしますよね。子どもたちが特に小さい時は本当にイライラすることが多いです。で、イライラしてしまった時にどこかでやっぱり、はあ、こんなにイライラしちゃダメだな、こんなに怒ってるとちょっとやりすぎかなとかいろいろ考えますよね。これを罪悪感というんです。小さなものですけれども、これが積み上がっていくとだん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 大きな罪悪感になりますよね。ですから子供を怒ってばかりいるとそのうちに自分を認められなくなっちゃうんですね。こんな私は悪い母親だわとか、こんな俺は悪い父親だというふうに考えが静かに積もっていくんです。これは心に良くないですよね。ですから前回もお話しましたように、自分なんかっていうのは病気に対してとても弱くなる原因ですので、こうやって怒っちゃいけないと思う時に怒ることによってその思いが増えていくということがあるんですね。ですからこれを少しでも減らした方がいいですよね。でも全然怒るなっていうことではないんです。これからうまく対処する方法をお教えします。皆さんも子供の時はお父さんやお母さんにいろいろ怒られましたよね。でもそれ自体はよく覚えてないかもしれません。ですから怒られても大丈夫なんだっていうことです。子供たちは怒られてもその後にっこりすればそれは大部分がかき消されます。もちろん多少残るんですけども、その部分は後でまたご説明するとして、今はほとんど消えてしまう部分、そこに親の方がこだわっているっていうのもバカバカしいですよね。ですからそこをどうやって消すかということを話します。あなたが今子供たちにすごく怒ってしまったとしましょう。ああちょっと怒りすぎたかなって心の中で思っていて、それが逆にあなたをイライラさせる、そんな感じですね。そんな時心はどうなってるんでしょうか。実は怒っている部分はあなたの心の中の子供の部分なんです。そしてああ怒りすぎちゃったかなって言ってるのはあなたの心の中の大人の部分なんですね。ですからこういう時はこの2つをちゃんと結びつけてあげないといけないんです。これはどういうふうにやるか、これから皆さんに教えしますので、皆さんは目を閉じて聞いていてください。いいですか？目を閉じてください。あなたは6歳の子供です。あなたは6歳の子供としてこれから大人の自分が言うことを聞くんです。大人のあなた自身の代わりに私がこれからお話しします。聞いていてください。あなたは本当に腹を立てたんだね。腹が立つよね。子供たちはあなたをイラ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 させることばかりするものね。あなたがこんなに一生懸命やってるのに、子供たちはちっとも気を使わないものね。そしてあなたがこんなに一生懸命やってくれてることを何も感謝しないものね。そして周りの大人たちもあなたのことをことさら褒めるわけじゃないもんね。毎日毎日同じことをして、そしてイラ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 して、そしてこんなに怒った私って責めちゃうんだよね。するとまたイライラするよね。あなたは今そんな気持ちなんだよね。大人の自分はちゃんとあなたのことを分かっているよ。
あなたが子供たちのために一生懸命世話をしたり養ったりしていることをちゃんと知っているよ。それは素晴らしい努力だっていうことも分かっているよ。あなたのことを誰も言葉にして褒めないとか、誰も感謝しないとか、それが不満かもしれないけど、大丈夫。あなたのことは未来の自分がとても褒めているんだよ。毎晩毎晩寝ている時に、未来の自分があなたのところにやってきて、よくやってくれたね、頑張ったね、素晴らしいね、あなたはとっても愛があるねって言っているんだよ。それを寝ている間にちゃんと聞いていてね。あなたがやってることはとても素晴らしいの。でも腹が立つ気持ちは止められないよね。それもちゃんと分かっているから。だからあなたが寝ている間に未来の自分があなたを慰めてあげるから、いつもあなたのそばにいて、よしよし、あなたはよく頑張ったよねって言ってあげてるから。だから安心してね。あなたの働きが認められてないわけじゃないよ。あなたはよくやっている、頑張っている。だから未来の自分からお礼を言うね。ありがとう、本当によくやってくれている、ありがとう。特にこの非常時の中で、あなた自身も不安な思いがあったり、いろいろ大変なこともあるのに、それなのにそれを子供たちにぶつけないで、よく頑張っているね。子供たちを守ろうとしている、それは素晴らしいことだよ。ありがとう、よくやってくれた、ありがとう。あともう少し頑張ってね。辛くなったら眠っている間に未来の自分に会いに来てね。あなたが大好きだよ。はい、いかがでしたか？少し安心してきましたか？ポイントは、怒っているのは子供の自分だということ。そしてこれをダメだなと思っているのはあなたの中の大人の部分なんです。でもまだ大人になりきれていないから、そこで罪悪感を感じるんですね。ですから、もっともっと成長した未来の自分を呼んできて、その自分に慰めてもらうんです。あなたは子供の心のままでこれを聞いてくださいね。では、また次回。